こんにちは、大津市議会議員の中野博です。今日は8月18日です。全国若手市議会議員の会 OB 会、研修2日目は、こちら福岡市の、LINE、福岡本社にオフィスを来ております。この自治体 DX、LINE の活用、これから勉強したいと思います。大津市も次年度より LINE 公式アカウントを導入しますので、しっかり学びたいと思います。では現場行ってきます。こちら会議室です。LINE って感じですね。左向きですよ。こちらでこれから研修です。私はですね、平方と申しまして、LINE ポカにあります DX スマートシティセンターというところで責任者としております。実は東京生まれ東京育ちでございまして、高校まで東京におりました。で、大学は京都に行きまして、その後、新卒で、現在のリクルートに入社をいたしました。借りておりますというようなぐらいの規模でですね、どんどん人数が増えていこうという状況です。で、LINE も、東京の LINE と LINE 福岡という国内2拠点の体制になっていまして、お手紙だったりとか、電話だったりとか、そういうものでこうコミュニケーションに、数日時間がかかったりとか、あるいはお金がかかったりとか、そんな季節の電車やバスの LINE 公式アカウントから電車やバスの混雑状況を確認できるようになっています。なので、例えば、今この時間帯のこれが今でこそ自治体の LINE 公式アカウントって 全国1700ぐらい自治体がある中で、今1000ぐらいの自治体さんが LINE アカウントをご導入いただいているんですが、結構多い地域であるというところもございまして、弊社の社員もですね、福岡市以外の自治体さんに住まれている方が、この時に通勤されている方もとても多いです。という方、皆さん一人一人欲しい情報が異なってきて、今までの自治体のコミュニケーションというと、あまりそういうのを考えずに皆さんにこう、例えば市法だったりとか市民の皆さんに声をかけたり、なので自分の住んでる地域、これちょっとこの下にです、ね、例えば博多区の、そのデータを LINE にちゃんといろいろ読み込ませることで、そのお子さんが例えば博多小学校、博多小学校の明日の給食のメニューはこれです、こんなものを捨てたいんですけどとか、じゃあ、回収の時期はいつにしましょうかみたいな、こう口頭で相談をしてやりとりするので、やっぱりちょっと時間かかるんですね。とか思います。というところで、これまで大体1つの申請に20分かかっているものが1分でできるようになります。なので 95% 削減できますっていうような、ことが、非常にやっぱり、使うことによって応募正確に市の職員の方に伝えることができます。写真を撮ればどれだけひどい環境なのかというのは分かりますし、位置情報もやっぱり若干ズレは生じてしまいますが、そういった、災害はですね、ほぼ毎年、この夏の時期が多いですけれども、よく、災害があります。なのでやっぱりこういう防災に関する取り組みっていうのは結構大事な訓練というものをやりまして、高島市からご協力いただいて、9月の防災の日、全部住みやすさが異常みたいなことだったりとか、なんかそんな風なポジティブな声もたくさんいただけていて、とても嬉しいなというふうに思っております。コードを全国の自治体さんに無償で公開をしています。なのでゼロから福岡市と同じものを構築すると、やっぱりコストとしてはかなり莫大にかかったり、時間もめちゃくちゃかかります。ですがコードを使っていただいています。これは実は本当にすごいことで、春日市は世帯数で約5万ぐらいなんですが、なので必ず1世帯に1人はこの LINE を登録しているという方がいらっしゃるというようなことで、いろいろ用意しなければいけないというふうになった時に、正直こう小規模なので、そんなにこう予算も潤沢であるわけではない。でも市民の、町民の皆さんのために JR さんと西鉄さんで地銀
大手の福岡銀行に投資するとか、で、ガスですね、まあ、そういったいわゆるこう市民の、電気、ガス、水道、電車、いろんなこう情報の最新情報をこう簡単に見れるようにまとめましたというだけなんですが、でもこうすることによって皆さん災害が起こった時に結構インターネット上で、ガスでいろいろとペットに関する防災だったらニーズがあるとか、あといろいろあるんですが、例えば観光に関する防災だったらニーズがあるとか、プロジェクトを始めようとした時に、まあ、私がそこの責任者で私が、チェックをしてこの案件をやるやらないを決めるんです。でやるやらないを決める判断ですが、処理券の発行コストも出ますし、まあ、そういうメリットがあります、みたいなことだったり、まあ、あとは PR バリューとかも考慮するし、あとはスピード感ですね、リリース、はい、これから LINE 社計画します。事前に来訪者登録をして、でここで来られた方っていうのはご入力をいただくと、いわゆる入館証みたいな、今日はちょっと違うような はい、ハンダの竹内くんですお世話になります。ライン来てます。カフェスペースです。安いですね。はい、アーウェイ。これ俺分かってもいいんですか。社員割引。LINE 福岡本社オフィスからでした。LINE の会社の取り組み見学させてもらっております。大洲市でも今年度より LINE 公式アカウント始まります。ぜひいろんな使い方が提案ができるように、また議会での議論つなげていきたいと思います。今回ここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。 LINE 福岡本社からでした。あ、後ろ横山先輩ありがとうございます。